はい、ピースケでサックスペやっていきますということで、引かないんですけど、ガチャ解説の方行きたいと思います。はい、でスワの復刻のひな祭りガチャが来ております。はい、でまあ持ってない人は引いてもいいのかなっていうぐらいな感じです。はい、まあ一応4回目で SR 選択権で結構いろいろ出るっぽいので、まあ、確実にスワの持ってない人は、4回まで引けば、手に入るっていうところではあるので、まあ別に、引いてもいいのかなっていう感じではあるんですけど、まあ、それ以外のキャラが別に欲しいのいないので、今後使うね、まあ、闘争学園が、まあ、言うて本番みたいな感じなので夏ぐらいですね、まあ、それまでに確保しておくと、まあ、結構いいキャラかなという感じなんですけどって感じですね。はい、なのでまあそんな無理して引く必要はないですけど、まあ花丸近いんで、うん、花丸近いのでっていうのあるので、はい、っていう感じですね。はい、で天空はホムラ欲しいので、まあどっちかって言ったら優先度こっちかなとは思います。まあ野手がやっぱだいぶ、まあ運ゲーなんですけどだいぶ強いので、まあ、SR まで持っとけば、まあ、結構45はすぐ作れるとは思うので、うん、あの今までのねホームランの集めた分があると思うんでっていう感じですね。で50は無理に作る必要ないかなとは思いますんでって感じです。別に50レベルでハートの経験って変わるとかないよね。あるのかな、そういうの調べてる人いたら教えてほしいですけど、はい、って感じです。これね両方いてほしいよねこのガチャをひとまとめにしといてほしいなっていうのがまあ本音なんですけど、はい、1人ずつとかになっちゃってるんで、ガチャその何欲しいキャラっていうか目玉キャラみたいなのがね、うん、だからちょっと引きづらいなっていうのが、はい、正直な本音でございます。はい、なのでまあスルー推奨だけど、まあ、持ってない人はまあ引いといてでもまあ今後でもね使えるキャラなのでっていう感じだと思います。はい、何これ、あやっぱ変だったよね何統一するのこれ、はいはいはい、だそうです。では皆さんピースの一日をお過ごしください。はい、まあ、ちょっと天空ハマるまでちょっと頑張ってやれる限りやりたいなと思っております。バイバイ。